はいどうもこんにちは、まみよしです。ということでね、楽天アンリミットについてね、結構ね、いろんな動画上げたんですけども、今回は楽天アンリミットっていうのがバージョン 2.0 になったことによって、いろいろとスペックっていうのが上がったので、そこら辺についてね、解説の方をしていきたいと思います。ということでね、このチャンネルではスマートフォンのお得情報だったり、レビューしてますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで早速やっていきましょう。まず楽天アンリミット、軽く説明すると、まず1年無料になります。月額2980円なんですけども、それが1年無料で使えます。でこれは1人につき1回線のみですね。で楽天リンクのアプリ、これは Android にしかないんですけども、これを使うことによって通話もかけ放題になります。で楽天回線エリアっていうのと、パートナー回線エリア、これは au のパートナー回線エリアなんですけども、楽天回線エリアの場合は高速で完全使い放題ということになります。ただこれ注意があって、1日10ギガ使うと 1Mbps まで制限されますよといった感じのものですね。でお得情報はね、1年間無料っていうだけじゃなくて、こちら最大2万800ポイント還元。これ2万2800までいけますね。で説明していくと、オンラインご契約で3000ポイントプレゼント、これは、概要欄とかコメント欄にも貼っておくんですけども、そこのリンクからオンラインでご契約すると3000ポイントが楽天ポイントでプレゼントされますと。で次こちら、申し込み時の事務手数料3300円相当分ポイント還元。こちらも事務手数料っていうのがね、契約するときにこの1年無料と別に3300円かかるんですけども、それが全額ポイントで還元されますよといった感じなので、実質これだけで1年無料で使えて3000ポイント楽天ポイントがプレゼントされるっていう感じになってます。で対象製品プラスプランセット購入で1万4500ポイントプレゼント、これ最大ですね。なんかいろんな対応端末っていうのがあるんですけども、それを同時に買うとポイントプレゼント。これはね、でも正直今使ってる端末でやりたいと思うので、ここはちょっとね、僕のチャンネルではなしで話していきたいと思います。でじゃあこれ2つ足して6300ポイント還元なのかっていうと、そうではなくて、こちらご家族ご友人に招待で3000ポイントプレゼントということで、これはね、招待した側が3000ポイントプレゼントなんですけども、招待された側、皆さんの方は2000ポイントポイント還元があります。なのでこれを使うことによって3000ポイント、3300円ポイント2000ポイントで合計8300ポイントゲットできます。で最初に事務手数料が3300円かかるので、これは実質ゼロで、3000ポイントプレゼントと2000ポイントプレゼントで5000ポイントが楽天ポイントで還元されるといった形になります。1年無料で使えて5000円もらえるということで、かなりねお得なプランになってます。皆さんね、契約するべきかなと思います。でこの2000ポイントプレゼントのやり方も一応ね、概要欄にリンクとか載っけてますので、そちらのリンクから、見ていただきたいと思います。でこれ1年無料だったら、じゃあ2年契約とかあるんじゃないかって思う方もね、かなり多いと思うんですけども、こちらの楽天モバイル、楽天アンリミットに関しては1年無料で縛り期間もなしです。で1年後はいくらになるかというと2980円になります。で2980円でね、データ使い放題だったらね、かなりお得なんじゃないかなと思ってます。で速度もね、かなり速いです。ということでね、じゃあこちらの楽天アンリミット 2.0 になったことによって何が違うのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、こちらですね、楽天アンリミット 2.0 にバージョンアップのお知らせ。4月8日より楽天アンリミットを 2.0 にバージョンアップし、で楽天アンリミットっていうのは4月8日に始まりました。なので始まった瞬間に 2.0 にバージョンアップ、サプライズみたいな感じですね。で何が変わったかというと、パートナー回線エリア、これ au のローミングエリアですね。都心の方じゃないとね、ほとんどの方はこのパートナー回線エリアでの使用になります。データ通信容量月2ギガだったんですけれども、こちらが月5ギガに容量がアップしました。でデータ容量超過後、こちらは通信制限がかかった時の話になります。通信速度を最大 128kbps、 これね、三大キャリアとか、あと格安 SIM なんかはこちらの128kbps のところが多いです。 1Mbps にアップグレードし、無制限でご利用いただけます。でこの 1Mbps はどんな感じで使えるのかっていうのもね、動画にしたんで、よかったら概要欄からチェックしてみてください。結構快適に使えました。でデータ容量消費後の通信速度を最大 1Mbps は4月8日より、これはもう始まってます。
で、データ容量5ギガに関しては4月22日から始まるのでもうちょい後ですね。いう感じになってます。で、こちら通信速度はベストエフォート規格上の最大速度であり、実行速度は通信環境状況により変動しますってことなんですけれども、結構いろんな方のその速度チェックとか見たんですけども、やっぱ 1Mbps でも本当に1メガちょうどとか 0.99Mbps とかそんな感じで出てたので、ほぼ実測値のような感じがしてます。まあこれからどうなるかわかんないんですけども、今のところはかなりいいですね。はい、そして変更点見ていきましょう。まず3月3日の発表時、これは元々のバージョン 1.0 ですね。パートナー回線エリア国内で 2Gbps からこちら 5Gbps までなりました。で、通信制限がかかった場合は 128kbps だったんですけども 1Mbps ということで、まあ、約8倍ぐらいの速度になりました。で、楽天回線エリアのデータ容量っていうのはバージョン1も2も変わってないです。で、通話かけ放題っていうのは楽天リンクアプリを使ってのかけ放題になります。こちらですね、楽天リンク。で、楽天リンクっていうのは Android にしか対応してないので、その辺は注意してください。で、あと iPhone の方の注意なんですけども、iPhone っていうのも対応してる端末っていうのがあります。iPhone XR、XS より新しいやつですね。まあ、XS、XR も入れます。iPhone 8とか iPhone X だと、楽天の電波を掴まないので、その辺は注意してください。で、あとね、端末自体も SIM フリーのものを用意してください。まあ、SIM ロック解除しているやつであれば、普通に掴めると思います。で、事務手数料は3300円。で、これはまあ、ポイントでキャッシュバックされますよ、といった感じになります。で、注意なんですけども、そのさっきのね、キャッシュバック、3000ポイントと3300ポイントっていうのも、楽天リンクアプリを使わなきゃいけないので、Android 端末を1個用意しておくのがいいと思います。で、Android 端末を用意なんですけども、これ友達から借りて、なんて言うんだろう、アクティベーションだけ Android 端末でやるっていうのもありだと思います。そうすればね、普通にポイント還元受け取れますので、ぜひなんか家族とか友達とかから借りてみるのもありかなと思います。はい、そして次、楽天スーパーポイントアッププログラム、楽天ポイントプラス1倍。楽天とかで買い物する方は、さらにお得でポイントがプラス1倍で使えますよと。いった感じになってます。はい、ということでね、こちらかなり楽天アンリミット 2.0 っていうのはパワーアップしてるのかなと思います。僕のエリアはね、楽天回線エリアで制限なしで使えて、まあ1日10ギガで制限来ちゃうんですけども、1日10ギガでね、使う方っていうのはあまりいないかなと思います。僕もね、パソコンにつなげてテザリングでダウンロードしまくってわざと制限にかけさせたんで、それぐらいしないとね、本当に制限っていうのはかからないです。YouTube 見てるぐらいだと平気かなと思います。で、そういうね、1日10ギガ制限があることによって、こういう楽天のね、速度とかが保たれるので、まあ僕的にはね、この制限はあった方がいいのかなとは思ってます。で、まあスピードなんですけども、スピードチェックちょっとしていきますか。こちらスピードチェックしていきましょう。今の時間はね、5時13分ということで、まあ時間的にはちょっと混み合う時間なのかなとは思います。チェックしていきましょう。スタート。ちなみに通信制限がかかった場合っていうのは、12時ぴったりになったら次の日でから、また通信制限なしで使うことができます。楽天回線エリアの場合は。ね、はい、速度はこんな感じですね。60メガとか、かなりね、早いかなと思います。アップロードはね、まあまあかな。まあアップロードはちょっと今日は遅めですね。まあただアップロードする方っていうのはあんまりいないかな、普通の使い方。動画アップロードとか、配信したり、そういった方以外はアップロードっていうのはそこまで関係ないのかなと思います。YouTube 見るとか、ネットサーフィンするとかはこちらのダウンロードスピード、そしてピンの速さっていうのが重要なので、まあ、かなり快適に使えるかなと思います。YouTube とかもね、そんな止まったこととかもほとんどないですね。ちなみにね、iPhone XS とか、まあ、こちらは iPhone 11 Pro なんですけども、eSIM っていうのに対応してます。楽天アンリミット。で、eSIM を使うとどんないいことが起こるかというと、こんな感じでね、SIM カードを2枚使うことができます。なので2つの契約を1つの端末で使えるっていうことですね。 SMS も楽天の電話番号と au で受け取れたり、あとは電話番号2つを使って電話をどっちからかけるとか選べたり、そんな使い方ができます。で、これはね、他にどんな使い方があるかというと、楽天アンリミットで普通の使い方をする。で、2番目の SIM、 こちらにデータ、まあ、300ギガとか100ギガとかね、そういったプランの SIM カードとかあるんで、それを入れる。そうすると楽天 LTE、 こちらがパートナー回線エリアの方でも5ギガ使い終わったら 1Mbps になっちゃうんですけども、下の大容量 SIM を使って通信するなんていう使い方もできます。まあ、ただ eSIM ちょっとね、設定とかめんどくさかったりするんで、普通の方はナノ SIM とかを契約して
SIM カードを入れ替えて使うのがいいのかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらの楽天アンリミット 2.0 かなりねお買い得なプランになってると思います。僕もね今まで安い UQ モバイルで月3ギガで使用していたんですけども、この1年が終わったらね一旦こちらの楽天アンリミットを解約して UQ モバイルから電話番号を移動して MNP して楽天アンリミットをこれから使い続けようかなと思ってます。ということでぜひおすすめなプランなので検討してみてはいかがでしょうか。概要欄とコメント欄に2000ポイントのね受け取りもできるリンク貼っておきますので、そちらからお得に契約してみてください。ということで以上、バイ。